やっぱり先生のなんか一貫した女性の姿の形、まあ、形とその中の女性らしさとか生命感とか、まあ、そういうものが一貫して流れてて、まあ、素晴らしいなというふうに改めて思いましたですね。今回は、野島先生の作品展県南地区で初めての開催ということになります。こちらの展示しております先生の作品から、今回の彫刻展のテーマであります、生命の輝きを展示している作品の方から皆さん感じ取っていただけるものと思いますので、ぜひご来場お願いします。